フリーランスの方、江田さんでしょうか、寝てますでしょうか。あ、はい、これはですね、現地において本当に厳しい状態で、まあ、寒さに耐えて、眠れないというような方も少なからずいらっしゃるという状況です。あるいは救援救難活動に現場で努力をしていただいている、まあ、自衛隊の皆さん、警察の皆さん、消防の皆さんはじめ、あるいは医療関係、もう本当不眠不休でやっていただいております。それからそれだけではなくて、例えばさまざまな行政機関の皆さんも不眠不休の努力を続けていただいております。私自身はもちろん政治家の役割責任はまさに判断をすることだと思っておりますので、その判断に悪影響を与えることは結果的に国民の皆さんにご迷惑をおかけをすることだと思っておりますので、その判断に悪影響を及ぼさない範囲で最大限やらせていただいているつもりです。不眠不休の間の長官に申し上げにくいんですが、どうも官邸に情報がきちんと上がっていない、そして、誤情報をつかまされているんじゃないかという危惧があります。国民の不安にもつながっています。また海外メディア、そして海外の、政府もいろいろな形で情報を出していますが、それはどうもそうは、一つ具体的にお伺いしたいのが、アメリカはじめイギリス、フランスが、現在、福島原発の80キロ圏外への避難を言っています。日本政府は30キロ、この間の50キロというのはどうやって捉えればいいのかということを地域の住民が非常に心配しております。海外の政府が正しければ、それは正しいと言って日本政府が変更するか、日本政府が正しいんだったら海外の政府に対してそういうデマを流すなと言って抗議されるか、どちらなんでしょうか。原子力発電所からの退避指示の内容については、いくつかの国が日本におられる自国民に対する指示等の内容と政府が発表している内容が確かに異なっております。しかしながらこれはこれまでも実は何度も申し上げてきておりますが、海外におられる自国民保護という観点からは一般的に求められている水準よりもより保守的な水準でさまざまなことを指示をするというのが、私はそれぞれの政府の当然の対応だと思っております。私が同じ立場でも、つまり日本の国外で同種の事態が生じて日本国民の退避についてさまざまな判断をするにあたっては、科学的客観的に適切だと思われる数値を超えてですね、さまざまな指示をすることは当然自国の政府の責任としてあり得るというふうに思っております。そうしたことの中で、日本政府としては今さまざまなお話ありましたが、今私どもが把握をしている専門家の意見を含めたデータの中で適切と思われる退避に対する指示等を出させていただいております。そしてその数字の違いについてはアメリカ政府の方の中からも日本政府の判断は適切であるという趣旨のご発言も出ているというふうにも承っております。今日オバマ大統領は80キロということで80キロ圏外に出ろということを発表しました。日本時間で日本上ということはオバマ大統領が言っていることが間違いということでよろしいですか。それは我が国のまさにきちっと責任ある立場として実際に得られているデータ、情報、そして専門家の分析に基づいて、日本政府としては国民の皆さんに対して適切な判断として今の指示をさせていただいております。しかしながら、他国のそれぞれの政府が外国にいる自国民保護の観点から、さまざまな判断に基づいて、それと異なることをなさることは、逆の場合でも私は当然あると思っておりますので、あり得ることだと思っています。申し訳ないけど、最初3キロと間の紹介に行ったんです、1週間前、県外に。それから10キロ、20キロ、そして30キロと増やしていってます。これが国際的に不信感を生む結果になっているんです。政治は結果責任ですから、このような形で広げていったことは、じゃあ結果として間違いだったと、今ここでおっしゃってください。訂正してください。私は、それぞれの事態の状況に応じて、その時点で必要とされる判断を専門家の皆さんにの意見を踏まえて、政府として判断したものを伝えさせていただいております。
この間、事態は変化をしてきています。それぞれの状況、現状を踏まえて、その時点で、より事態が万が一悪くなることも想定しながら、その時点で取り得る策を指示しているのであって、状況が1週間前と同じであるならば、それは1週間前の判断が間違っていたということだと思いますが、今時点の例えばさまざまなデータ、それから、現地の状況から考えて、今想定される事態の中では、今の水準で、退避をしていただきたい、こういう指示をしているところです。西村の影も関連ですが、先ほどその科学的、客観的なものを超えて、海外が判断しているとおっしゃっていましたが、そのオバマ大統領の80キロ圏外への避難勧告の中の説明の中で、オバマ大統領は、米国民の安全を確保するため、慎重な科学的評価と指針に基づいた決定というふうに説明しています。決してその客観的、科学的なものを超えて、判断しているわけでは、アメリカのオバマ大統領はないと思うんですが、これについてどのように思われますか。まず前提として、私が申し上げたのは、それぞれの国がそれぞれのご判断があると。いうことはあり得ることですということを申し上げました。そうしたことの中で、それぞれの国がどういう事情を判断要素に入れているか、まさにそれぞれの主体的なご判断だというふうに思っています。私が皆さんにぜひお伝えをしたいのは、今の時点でしっかりと政府として把握をしているさまざまなデータと、そして現地についての把握しているさまざまな状況、情報と、そして専門家の皆さんのそれに対する分析に基づいて、国民の皆さんの健康に影響を及ぼさない、今の時点から当面の時間、予想される事態というものの範囲内で、必要な措置はしっかりと判断をしてお示しをさせていただいている、それに以外のさまざまなご判断、ご意見があるのは、こういったものについては当然のことで、逆にこうした広い対比は必要ないではないかというご意見も実は一部からはいただいております。しかしながらさまざまなデータとしっかりとした例えば原子力安全委員会や、原子力安全保安院の皆さんのご意見を踏まえて、そして国民の皆さんの安全をしっかりと守るという観点から政府として決定をしたものであります。